駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。いい感じですね。嬉しそうですね。クエストを達成しました。ただいまより投票受付を開始します。さあ、12頭のゲートインが完了しました。体制完了。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートといったところであります。先行するのは何か。6番カタノペリーが先頭に立ちました。10番インターシュプール、外から行こうというところ、内を通って。5番ユーアビーム、ちょっと離されまして。11番メモリー太陽、それからもう1頭フライングコラム、そして6番手に8番ペガサスであります。そのうちウェディングケーキ、ビューティーメイク、4番橋野健志郎、2番戦国シルバー、その外ノーブルアクション、そしてしんがりからマイオジョングであります。さあ前の方は
そしてその後ろから戦国シルバーモーグルアクション、徐々に差を詰めます。しんがりからワイオキョンヌであります。さあ新潟競馬場のスタンドから大歓声が上がります。パタロペリーは3番手といったあたり、かわしたインパースプール先頭、ムチが飛んだ竹豊とパタロペリー、さあ抜けました。ペガサスパタロペリーが差を詰めてきた。内から1頭パタロペリー、ペガサス先頭、パタロペリー懸命に追う。戦国シルバーが差を詰めてくる。ペガサス1着してやったり、エラテルを恐れ入りました。頑張りましょう。1着8番、2着2番、3着6番。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。
伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。天皇賞秋12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。ネーハイシーザー、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。三輪林秀がその後ろ、7番和光千佳子、そして内からは片野ペリー、それからもう一頭3番藤山健山、待ち金タンホイザ、ロイス&ロイス12頭、これから向こう正面であります。内を通りましてウイニングチケット、その後ろでやりましょうか。石庭竜王、内から1頭桜千歳王、舞新山一番後ろに2番ナイスネイチャ。もう一度先頭に戻りましょう。依然先頭ネーハイシーザー、それから足毛の馬体三輪林で、そしてその後ろから和光千佳子、注目の片野ペリーと見ない。狙いすました天皇盾は誰にも譲れません。そのうちからは藤山健山、そして6番手に8番待ち金タンホイザ、ウイニングチケットロイス&ロイス、ほとんど馬体が合っています。そして外からは石庭竜王、それから桜千歳王、舞新山が並んでいっています。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタロペリーは4番手といったあたり、このまま押し切るか。ネーハイシーザー、ムチが飛んだ。見ないとカタロペリー、外からはカタロペリー、抜けた抜けた。6番カタロペリー、3番手に岩林で内をついて、9番ロイス&ロイス、カタロペリー先頭、内を通ってロイス&ロイス、ウイニングチケットが3番手。大歓声に送られてカタロペリー1着。手塩にかけたあなたの相場がついに G1 を制覇しました。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。